折り紙切り紙の十折りを使って一重と八重の桜を作ってみました。まず十折りです。十折りは結構大変なので型紙を使います。型紙をこんな風に当ててその線に沿って折っていきます。型紙の折り方は折り紙切り紙十折りを参考にしてください。最初に折った線の通りにこんな風に折っていくと十折りができます。十折りができたらまずは一重桜を切ってみましょう。黒い部分を切っていきます。まずは外側の線から、ハサミの奥を使ってゆっくり切っていってください。次はおしべです。おしべの丸いところです。紙を回すようにして切ります。ここからがちょっと難しいですね。気をつけて切り落とさないように、端まで行ったら切り落とす前にまっすぐ中心に向かって切っていきます。これも切り落とさないように気をつけてください。次は内側の線です。細いので慎重に慎重に切っていってください。一番大変なのがここですね。ハサミの奥を使って少しずつ切ってくださいね。切り落としてしまいやすいところです。引っ張ってのけようとすると今度は破れてしまいます。慎重に切っていれば必ず切り落とせます。ほら、こんな風にのきました。これを広げていきます。ここも破れやすいのでゆっくり慎重に広げてください。細いところの折り目もしっかり伸ばしてください。これで一重桜の出来上がりです。今度は八重桜です。こんな風に切ります。ちょっと複雑なので、見えにくいですが鉛筆で線を書いてあります。まずは一番外側の線から切ります。先ほどと同じようにハサミの奥を使ってゆっくりと切っていきます。外側になる花びらの内側のところの線を切ります。ここも慎重に切ってくださいね。無理やり引っ張らずに、とっと必ず、切れてるか、これは切れてるかどうか確かめています。あと少しです。はい、取れました。今度はおしべです。まず真ん中を少し切ったら、そこから中心に向かってまっすぐ切っていきます。
おしべの先の丸いところまで来たら、紙の方を回しながらハサミの奥でゆっくり切っていきます。半分ちょっと切ったところで、ここで一度 裏返しましょう。おしべを細く切って、残っている丸みの部分を切ります。はい、切り落とせました。これもゆっくり慎重に広げてください。折り目をしっかり伸ばしていきます。これで八重桜ができました。桜の花の切り方は、いろいろな画像や動画で紹介されています。十折りさえマスターすればできますので、いろんな桜を作って楽しんでみてください。